はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。今、尾道市ですね。はい、海辺に来ております。はい、たまにはこんなところで収録するのがいいのかなと思っております。はい、今回の、テーマは日本国内のアパマン投資、遅延にこだわる時代は終わったという題でお届けさせていただきます。弊社主催で11月4日ですね、熊本をテーマとするですね、不動産投資セミナーを開催することになりました。熊本市ってですね、私の以前の動画ですね、賃貸経営の穴場3選に出てくる都市でもあります。非常に私個人的に楽しみにしているセミナーです。で、熊本市ですね、何度か私行ってるんですけど、結構その不動産投資家支店、大谷支店で、見に行って感動した町なんですね。九州で一番大きな町は福岡市なんですが、熊本市内ですね、場所によっては福岡市と賃料は変わらない、でも地価は福岡市と比べると断然安いわけです。利回りも回ります。で、市内の良い場所は家賃を上げられるんですね。鶴屋百貨店からですね、市電で2駅ぐらい行った場所ですね、その辺の、木造アパートですね、見させていただいたんですけれども、2回連続でお家賃を上げたというですね、そういう事例もあったぐらいなんですね。町の勢いとかポテンシャルとかですね、経済力とか、あるいは町のおしゃれな雰囲気とかですね、はい、その辺非常に好印象でした。で、その熊本市で、他の物件と差別化した、デザイナーアパートですね、もう明らかに構造的にですね、すごいなっていうようなレベルのアパートを熊本で供給していこうと、はい、それで賃貸利回り、値上がり益、その辺を狙っていこうという趣旨の、はい、セミナーをやるわけですが、その領域は熊本市ではまさにブルーオーシャンなんですね。はい、で、この11月4日のセミナーの講師は、亀田聖子さんというですね、私の、日本国内のアパート投資のですね、10年来のパートナーの方です。主に九州と関東で、はい、亀田さんと一緒に組んで土地探しをしていいものを建てて、はい、実際にお金になってですね、とてもいいお付き合いをしているんですけど、その亀田さんが今年9月福岡市で独立起業されて、はい、その志とかですね、不動産の経験とか、あるいは彼の言ってることの、筋が通ってるロジックがあるということで、ぜひ IPA でもですね、弊社でも、プロモーションに協力させていただこうということになったわけなんですね。はい、で、日本でもどこでも、どの国でもそうだと思うんですけど、基本的に不動産投資で、失敗しないというか、結構な確率でいい結果になるというスタイルはですね、もう本当に3つかなと思います。まだ注目されてない地方都市で安い時期に良いものを買うということです。そして満室経営しながら時期を見て良い値で売ると、はい、それやってれば大抵間違いないもんなんです。で、私自身もですね、亀田さんとの、ところからですね、2011年に福岡市の、西鉄高宮という駅の駅近くで、今から考えると非常に安いお値段で土地を買って、いいアパートを建てました。ずっと満室をし経営を続けて、2017年に、その駿河ショックの前で、金融ジャブジャブでお金ですね、たくさん回ってきた時期に売り抜けました。31% 以上、はい、値上がって売れましたのでですね、これ本当に日本でも、不動産って、タイミングと場所によっては十分値上がるという、はい、ことなんですね。で、今2020年になった今、これから土地を仕入れてアパートマンションを建てるという意味で言うと、今の狙いは明らかに福岡市ではないと思います。でも同じ九州で熊本市なら今狙える、今買える、買うべき
だと思います。この両都市がどのくらい違うかというと、まあ、地価の面でいうとですね、今福岡市だったら、まあ、値段かなり上がりました。でその値上がったエリアがかなり広がってきました。今ですね、福岡市の七隈線という地下鉄の終着駅ですね、橋本という駅があります。あの本当に天神南から電車で25分まるまるかかると、そこの地価が大体熊本市であれば一等地が買えるんですね。例えば熊本城とか下通り商店街から歩けるようなエリア、それが買える。どっちが立地がいいですかっていうところなんですね。はい。でこの福岡市に関して言うと、まあ、値上がってしまいました。ただこれからもまだしばらく値上がると思います。はい。ただまあそのアパートを我々まあ、大体5000万円から1億円ぐらいのグロス金額で買うという意味において言うと、かなり値上がってしまったので、これから福岡市でやるならば、まあ、軍資金をたくさん突っ込んで、まあ、中高層を建てる、はい、あるいは中高層の中古を買うというですね、まあ、東京大阪に近いモデルになるかと思いますけれども、まあ、いずれにしろそんなに利回りは出ない話になるわけですね。それが熊本とか、はい、そういう都市だったら今からいい新築建てて、まあ、7%、8% で回ると、はい、で今後も有望っていうものが、まあ、作れるということなんですね。はい。でこういう熊本がいいとか、あるいは我々栃木県とか茨城県、滋賀県、三重県、岐阜県みたいな、そういう地方都市で今までセミナーやってきたんですが、まあ、その日本在住の皆さんに呼びかけるようでネックになるというのがこの遅延の意識なんですね。はい。さっきも言ったように、その投資視点で旬な場所というのは、まあ、移り変わっていきます。9年前は福岡市が旬だったかもしれません。今は熊本に移り変わってきます。ただ、一人一人がその不動産のトレンドに応じて引っ越すわけではないし、まあ、自分にとっての遅延とかよくわかるエリアが拡大していくとは限らないわけです。はい。でこの YouTube 視聴されている方の中でも、まあ、熊本に遅延のある方というのは多分少ないと思います。だからといってスルーするにはあまりにももったいないと思うわけなんですね。はい。で弊社では海外の不動産ですね、ドイツとかアメリカとかオーストラリアとかも遠い国々の、不動産のご紹介、はい、プロモーションマーケティングということでこの3年間やってきました。お客さんたくさんいます。はい。だそういう海外の物件を平気で買ってらっしゃる方が、例えば国内の水戸とか宇都宮とかになると分かんないとかですね、いまいち分かんない場所、あ、不安だとか言うわけなんです。ただ海外と比べればこっち明らかに国内だし、日本語の世界だし、消臭感も知り尽くしているし、明らかにやりやすいじゃん、なんでっていうのが私のあれなんですね、あのポイントなんです。でもある意味わかる、面もあります。というのはちょっと海外の不動産投資と国内の不動産投資でその考える前提が全く違うわけなんです。例えば海外買われる方、まあ、どちらにしろ融資が引きにくいということで全額キャッシュで買われる方がたくさんいます。融資引かれるにしても大体 5、60% ぐらい融資で、自己資金 40% ぐらい突っ込む方がやっぱり多いです。ただ国内の場合、どうしても融資が8割9割引く人の方がほとんどなわけです。でかつ海外の物件は、まあ、10年ぐらいで売り抜けようっていう方が多い、比べて、まあ、国内は本当に築古になった30年35年とずっと保有を考える方がほとんどです。まあ、その前提で考えるとやっぱり自分のよくわかるエリア、遅延のあるエリアにしたいっていう気持ちは確かにわかる話ではあります。はい。ただ思うんですけど、本当にそれでいいんですかっていうことなんです。例えば今コロナの局面です。はい。でもコロナの局面でも東京をはじめ大都市の不動産下がってないですよね。下がってるところもあるけど、下がってないところの方が多いわけです。これから本当に、まあ、コロナがどうなるかわからないんですけど、本当に東京とか大都市の不動産が安く買える時代が来るんですか。金融ジャブジャブになればなるほどそういう場所は上がりますし、東京にこだわっていたらいつまでも買えないで、手元にお金のある方はいつまでもそれを不動産という形にできずにずっと待ちになってしまうことがあるわけです。
はい、でまあ、あるいはまあ本当にどうしても東京県内で買いたいっていう、はい、方が、まあ、確かに千葉とか埼玉とか行けばいろいろあるでしょうと、はい、ただその時にもやっぱり立地の面で妥協しなくちゃいけないとか、物件普通のアパートを建てて何の特色もないアパートを建てるとか、まあ、あるいはリスクの高い築古とかですね、はい、修繕とかが微妙な築古に手を出して利回りが取れるからといってそういうことをやるよりは、今学んで今伸びてる地方都市、まだ安い地方都市でちゃんとしたいい新築が建つんだよと、それで利回りも出ますし、まあ本当に海外の不動産のように、まあ、5年10年も持って、値上がって売れるというチャンスも十分ありますよということを私は言いたいわけなんですね。はい、やっぱり数千万から数億円というお金をまあ投じるわけなのでですね、まあ、ここは遅延とか近所とかじゃなくて今伸びてるまだ安く買える地方都市に注目していきましょうと。で、まあ、そういう、まあ、学習の機会をどんどん我々も作っていきたいと思っているというのが今回の趣旨になります。今日はどうもご清聴ありがとうございます。尾道の海から、はい、お届けいたしました。チャンネル登録といいね、コメントよろしくお願いします。それでは失礼します。さようなら。